たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は思いのほか駅周平定に手間取ったところまで。もう少しサクッと行く予定が結構苦戦してしまっているんだよな。さっさと孫権軍との同盟を破棄して中華を混沌とさせているはずが。北側ではうちも少し苦戦気味ではあるが。道館を奪われたから。関で守ろうとは思ってなかったからいいんだけどな。こっち側では関での防衛は難しいから。まだ応援要員がいればなんとかなるが。応援要員。多分だけど関東後の応援要員はもうお亡くなりだと思う。美子に関しだもんな。加工氏は残念症だったし。上皮にさらわれたのがマイナスに働いたか、元から官庁なんかに興味がないかだな。後者の可能性が大だけど。娘が皇后になったというのにな。友人だから政略の意味合いが強い気もするけど。それは間違いないだろうな。無駄話もそこそこに。また中華情勢を眺めるお時間なんだぜ。とはいえ、どっちもやられやり返されの連続だけど。ここまで攻め上がった孫権軍はもう勢いがなくなっているからな。かといって曹操軍も撃退はできるけど反撃は難しいようで。攻めては攻められ、攻めたら攻め返されの連続だからな。膠着状態とはまさにこのことを。うちはうちで地味な懸命攻めをしているところなわけで。甘露がまた見つかった。お喜びください。がやばい人がいるということだな。お喜びください。もう218年まで来てるからどんどんお亡くなりになるはず。こんな遅い年代になるのは久しぶりかもな。寿命なしでは何度も到達してる気がするけど。隙を見せたら攻めてくるのはいいんだけど。あの二人でどこを攻めてどこを攻略しようとしているのやら。趙雲と馬超が進軍中だから撃退してくれるはず。このまま年齢と雲南を攻略するわけだけど。果てしなく遠いな。その後の準備もあるし。現在もようやく投用できた。寿命があとどれくらい残っているか気になるが。甲虫おじいちゃん同様にな。ここで馬超が仕掛けていった。真偽の環境チェックはしてないから討ち取りは勘弁してくれよ。怪しい感じはするけど。清涼の金馬町水産寺。やるしかない。当然の一撃。まだ華やかさがある時代だからな。次の世代では期待できないし。やりやがった。久しぶりに下一騎打ちで打ち取るとは。地味に馬超は二の二な気がする。天候と今以外にあった活躍にないが。普通に殲滅した懸命エイソブ。どっちを見ても変わり映えしない。うちが頑張らないと盛り上がらんか。孫権軍との海戦が急がれるな。ここで曹操が仕掛けてきやがった。巨匠付近に遊びに来ていたのだな。うん。怪我してるのか。もしくは寿命。まだ曹操様が生きてるからただの怪我だろ。曹丕の大夢で言って、いろいろ言われたらしいし。どっちの恨みはな。教えてやる。打ち合ってし。これは勝ったかな。ついに殴り勝った。走行はもう少し頑張れよ。怪我してたから仕方ない。そうなんだけどな。なんだかんだで前線の兵数は孫権軍が多いんだけど。うちと同盟結んでるから後ろから根こそぎ持ってこれるのがでかいよな。それなのに押し切れないというのが。負の占領がまだだけど。もう待ちきれないから攻撃開始するんだぜ。孔子で殴る簡単なお仕事だから。眼光や工場兵器を待ってられないからな。その分存在が増えるけど。今はスピード感が一番大事なんだぜ。天下一の弓、タクト味わえ。いい感じに減らしてくれた。また甘露が見つかったけど不発だった。不在の人が対象だったのかもな。みんな対象の可能性があるから誰かもわからない。第二形態、大都市をこの短期間で半分金も削るとは。孔子の破壊力は半端ないな。甘露に寿命を伸ばしてもらいたいでの。流しているが名品が出てくるんだよな。まだ眠ってるのに驚き。きちんと探しておけよな。最終形態、この旬では終わらないかな。芝ボーダー。成人したのは使えるからありがたいんだぜ。魅力を尽くします。そこそこ優秀なはず。
違う。この旬で公約確定だから、このタイミングで艦長チェックを。東洋寺にはわからないからな。結構いる。きちんとメモっておかないとな。この人が5であの人が3とかわけわからん人もたくさんいるけどな。そこあたりはもうさじ加減だから。深く考えてはダメということだな。チェックが終わったから攻撃再開。これで終わったな。もう少し早く出していただきたかった。オーバーキルだったからな。あとは何人捕虜にできるか。できたとしても忠誠が下がってないとどうしようもないんだぜ。都市攻略時は忠誠下がらないから、こういう時に限って結構捕まえるんだよな。あるあるでー。あとは親愛チェックも忘れずに。親愛相手を処断して投用できないは笑えないからな。問題なし。対象を捕虜にしてあとは処断だな。処断しても問題ない人たちばかりだな。一部なんて感はあるけど、そこあたりは董卓時代に味わったからな。それで残すは運なんのに。奉仕でさっさと攻略してしまわねばな。ちょこちょこ武将が出てきてるんだけど、こいつは艦長後だろと思ったのが3でがっかりするんだよな。食後期の名将なのに。陣形は残念だけどな。ここで曹操軍が勝敗を攻めれそうな気配を見せてるけど、陣流組が合流できてたらワンチャンあったが、可能性があとか言いながら勝敗には5万近くいるわけで、まあ撃退されるだろうな。ほぼ全力で迎撃されたし、膠着状態は継続ということだな。曹操軍をもってしても孫権軍は破れないと。情勢を攻略すれば流れが変わるかもしれないが、もう逃げられたし、使いたいのは山々なんですけど、北と南、北の方が良さそうに思えるけど、まだ攻略して日が浅いのもあるのかもな。孫後は長い間平和に内政してるもんな。残念だけど解雇でー。3だったからな。ここで情報が仕掛けていった。てか、迎撃されてたのか。問題なく撃退できそうな感じだったけど、あとは打ち取らないからな。張飛が子張歩、いざ参れ。我こそはと思う者はおらぬか。打ち合っていき、これは楽勝か。努力30もあればそんなもんかも。こんなものよ。怪我止まり。うちの連中は常にやらかしているからな。今回は攻める前に艦長チェック。情勢が5000程度だと瞬殺する可能性があるからな。てか、結構いるし。東洋に応じてくれるかわからんのがいるのが怖いけどな。知らず知らずに親愛を切ってる可能性がな。両思いならいいが片思いだとわからんしな。あとはいなくなると親愛とか関係から消えるのも困る。義兄弟くらいにして欲しかったな。増えるわけでもないわけだし。報奨は3なんだよな。問題児だし、宝刀と同じ扱いかもな。どうした艦長艇には忠誠は誓ってなかったというわけだな。じゃあ、元優勝軍を叩き潰しに行きますか。存在はほどほどだな。攻略にかかる時間が短ければ問題ないけど、こういう時は遠慮して戦法を使わないんだよな。遠慮する必要もないのに。王将はダメだろうな。間違いなくな。死者が面会を望んでいます。はいはい、やってやりますよ。返事だけはよくしておかないとな。これでおしまいだ。攻略の時この二人の連携が出たらもうな。雲南攻略、これでようやくか。時間をかけすぎたけど、ここから巻きでいかねば。中途半端な三国志状態にはなったわけだしな。そういえばそうか。曹操軍が少し押され気味な感じはあるが、ここからどうなるかだな。みんな捕まえたかな。大丈夫そうな気配はするな。メモをきちんと確認しながら、食関係者だとこいつはと少し迷ってしまうんだよな。北
ちんとメモしてもな。これで全部だな。しまったー、先に処断するんだったー。同様に失敗すると全部リセットされるのは勘弁だよな。貢献は強情だな。他10人もいたんだが、ほとんどに断られてるじゃん。関係は悪くないとは思うんだが、処断しすぎて内部で何か起きてるとか悪名みたいなのがあったらそれはそれで面白いが、一応関係性もチェックしてー。交渉は公衆だけか。公明はしない以上だと思いたいな。一応は評価されてたわけだし、残りは初段でー。ここあたりどうなんだ感はあるけどな。何番系は確定コースだけど、これで平成完了。さあ次の戦いの準備をしないとな。少し心配してたが、結局全員投了できた。これで次の戦いに向けての人員の補充ができたんだぜ。次からの戦いは新規投票が難しい可能性が高いから、損後には少ないだろうな。いたらラッキーレベルで、今の段階で誰が艦長後なのか想像もつかないもんな。あるとすれば研修系の人が流れてる可能性が、そこあたりはありそうだな。役立ちましょう。いろいろ準備をしていたら、まさかの上兵攻めが成功しそうなんだぜ。水上からならダメだったけど、を占領しきってたおかげで補給線が切れずに済んだようだな。取られた符はきちんと取り返しておける。きちんと取り返してたら補給線は切れていたわけだからな。繋がるまで待ってたとは思いづらいし、で、起きる瞬間は見ていないと確定だしいいかなと思ってな。と言いながら起きないし、あ、起きたー。徴兵を攻略したことで曹操軍は北の備えが不要になったな。ここからどうなることやら。というわけで、来月同盟が終わるわけだけど、そのタイミングで曹操軍が大規模な攻勢をかけてきたんだぜ。過去最高じゃない。この攻勢を孫権軍にやれと。で、孫権攻めの方は高陵を狙って動いてるわけだけど、孫権軍もほぼ全力で北には向かってないな。この攻勢は女南兵、ほんと仲がいいな。まるで同盟を結んでいるかのようにシンクロした構成。このタイミングでお互い攻めろよと言いたいが、どっちもうちに攻めてくる以外で動かない不思議。どういうことだよ。防衛戦をしなきゃないけど、まずは公領を攻略しないとな。見ての通り怪しさ満点だったので、長飛たちは北で備えていたわけで、同盟が攻める直前に動きが止まったからな。攻めておいて同盟結ぼうとかあるか。やる気満々なのにな。速攻で攻撃を落として慶州平定を進めていかねば。落とす前に恒例の艦長チェックを。誰かいるか。鳥類がいたか。孫後の人じゃないから妥当といったところだな。他は全員ダメなので、第二形態さっさと落としやがれ。まずは公領攻略して国境線をきれいにした。私的には気にならないんだけどな。これは宝山城。どこから現れた。チェックできてないけど、艦長後な感じはしないよな。一応保留で捕虜にしておくか。宝山城くらいなら脅威にはならんからな。じゃあ残りは初段でー。ここから孫後の戦力ダウンが始まるわけだな。武将少ないのに。巨匠はというと、せっかく巨大都市になったのにひどいことをされているんだぜ。ボコボコにされてる。本意だが曹操軍の主力とはまともに戦えないので、補給線を切っていく。まあ、歩を取りつつ後ろから攻撃するつもりだったと言い訳しておくんだぜ。下降トン捕まえた。曹操の片腕がここで切るか。もうじき寿命な気もするけど、あとは殲滅しつつ孫権軍をどうするか考えておく。あいつら撃破したら孫権軍の弱体化は進むだろうな。南への兵の配備で忙しいと思うし、攻めてきたことは後悔させやりたいな。どんどん撃破していく。
死者がお待ちです。誰が返すか。攻めてきたことを詫びるのが先だろうが。サポートに光線化がない。みんな逃げ足が早いな。というわけで、ついに新しい形の三国志が開幕したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。